皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はもうちょっとご覧の通りスペシャルゲストに来ていただいております。宮崎がんじさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今日も可愛いティファニーブルーで私服をちょっとこしらえてまいりました。ね、実は、ブリアナさんとは、L っていう雑誌のね、YouTube チャンネルで、ブリアナさんの、まあ、なんていうんだろう、あれはもう企画もう、ね、ちょっと謎なんですけれども。連載の、動画の企画があって、それの1回目のゲストに呼んでいただいて。ご一緒させてもらってからもうぜひうちのチャンネルにもとオファーを熱烈すいませんこんな人見知りにもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。なのでもちろんねブリアナさんのチャンネルでもブリアナさんの使ってるリアルに使ってるスキンケアについて私がズバズバと本当にもう解説とこれのダメ出しをしておりますのでブリアナさんのチャンネルもぜひ皆さんご覧いただきたいんですが私のチャンネルではもうちょっと村山さんの秘密をいろいろ暴きたいなと思っておりまして、やっぱり秘密暴くにはカバンを見ればその人の人となりがわかるかなと思いましたので、今日は古山さんと私のカバンの中身をちょっとご紹介したいと思います。わわわ。ちなみに古山さん、カバンはいつも大きめですか？小さめ？大きい時と小さめの時があるんですけれども、まあ本日はまあ。程よきサイズに。程よきちょっとでもちょっと、いつもよりはお荷物ちょっと控えめにして参りました。うんうん、ちょっと紹介がね、延々と続いちゃうもんですから。そうですね。そうそう。それでもちょっとパン、ちょっとパンパン。パンパン？じゃあ、先にちょっとブリアナさんどういったものか、おカバン拝見してもいいですか？お願いします。あら、かわいい。あれ？これちょっとファミリアでしょ？ちょっと。お分かりになりますか？これね、多分子供がいる人は、絶対わかる。これファミちゃんですよね。そうです。やだ、かわいい。比較的新しめ。買ったばっかり。あ、お乳を持ってきていただいたんですね。そうなんです。私これ二つ目かな。そうなんですか。そう。意外だったんですけど。本当ですか？お好きですか？私はね、ファミリアさんは、結構最近かな。私のシュキピがね。あそこにね、いらっしゃる。そうそう。神戸出身なんです。もうファミリアっ子なんですね。いや、ちょっと、あれなんですけども、いいとこの子みたいな感じなんですけど、スピッチ。いいとこの子なんです。やっぱそうですよね。香りがしてます。いいとこの子臭が。そうなんです。はい、お育ちが良くて。お育ちが良くて。そうそう。彼が、帰省した後、ファミリアさんでね、爆買いして帰ってきたことがあって、私のヘアピンとかをね、買ってきてくださって。そっか、そうそうそう、そうだ。うちも息子と娘がいるんですけど、娘のヘアピンは可愛いのがたくさんあって、皆さんついつい買っちゃうんですよ。ついつい買っちゃったんでしょうね。私のために。やっぱ愛ですね。そうなんです。それでファミリアをお好きになって。もうね、うっかりハマり込んでしまって。わかる。この間神戸まで行っちゃった。行っちゃいました？行っちゃいました。滞在時間3時間くらいだったから。もうじゃあ、ファミリアのために行ったっていう感じぐらい？もう本当に、その勢い。私、正直、東京のファミリアにはしょっちゅう行くんですけれども、代官山とか、広尾とかには。でも、神戸行ったことないで、やっぱ大きいんですか、店舗。規模感がえぐい？えぐい。こんなに幅取ってるみたいな。そうなんですね。感じで。じゃあ、ちょっと早速、こうかけてるものから。これはね、なんとかマックス。なんだったかな？あ、エアポッツマックスかな？あ、そうそう。エアポッツ、あれの。あ、そうそう、ヘッドホンバージョン。バージョンなんですね。そうなんです。こう、瞑想の時とか、あと外を遮断したい時、こう、メイク中とかに、こう、話しかけてくる方とかを遮断するためにつけたりとか。大丈夫ですか？喋りかけませんでした？今日は大丈夫でした。すいません、よかったです。そういう時に使ってございます。なんかこれすればなんか、おしゃれに見えちゃいますね。じゃあちょっと早速中身を、はい。ちょっとね、パンパンなんですけれども、ドキドキしちゃう。人の中、カバンの中、ちょっとごめんなさい。これ、忘れないうちに、ちょっとくしゃくしゃなんですけれども、ファミリアさんでお土産をね、ごめんなさい。くしゃくしゃなんです。すごい。じゃあちょっと、これ、開けちゃっていいですか？もう早速。もちろんです。もちろんです。やだ。本当にすいません。ありがとうございます。あ！かわいい。神戸限定品。神戸限定？嬉しいです。ありがとうございます。いただきました。じゃあ、
と私のテンションが上がってるところで。あとはよく使ってる、外れちゃった、うん、お香水でございます。ちょっとファミリアからこうトンフォードが出てくるっていう。そうなんです。ちょっと香り、もちろんです。いいですか、トンフォードのタバコバニラ。タバコバニラ、タバコの香りは全然、でもすごい、なんだろう、妖艶な香りがします。そうなんです、大人の女性の香りというか。一応ね、おそらくメンズラインなのかしら。メンズと、これ色で表すと、こう本当こういう、こういうゴルドーのような、なんかこの感じ、そう、こういう感じ、この空間の香りにぴったりな、だけれどもちょっと甘さもある、うん、これメンズでも、メンズでも確かに、私これ女性がつけてるの大好きで、そう、私これすっごくこうなセクシーな女性の香りがするので、うん、ちょっとブリアンさんぴったりですね。やだ、置いて、あと何、あ、かわいい、このポーチも、これもファミリアさんですね。本当だ、買ったばかりよ。買ったばかり？買ったばかり。どこにも？胃薬。あ、やっぱちょっとね、繊細だと胃が痛くなっちゃったりするから。そうなんです。結構ね、胃が繊細なもので。胃が繊細。そうそう。はい、あと BCAA だったりとか。なるほどね。サプリとか結構飲むタイプですか？サプリはね、そんな飲まないんですけれども、うん、まあ BCAA と、あと、うん、体中がギシギシになることが多いんですね、ポールダンスしてると。なので痛み止め。あ、そっか。だってもう全身運動というか、腕で自分の体をなんか持ち上げるっていうか、そんな感じですよね。そうなんです。なので、稀にこう夜眠れないくらい体中がギシギシになることが。痛くなっちゃうんだ。あるので、痛み止め。そうですよね。これって、そうそうそう、まあ多分炎症止めとかですもんね。そうそうそう。で、BCA はやっぱり筋肉疲労を取っていくっていう感じなので。そうそう。じゃぴったり。これ、あとね、ハンドクリーム？エイソップさん。エイソップさんですね。そうです。あら、高級なやつ。あとは、そうね。あ、これね。え、これ何ですか？これはね、白素を取るやつ。そうですね。はいはい。ちょっと詰まっちゃった。そう、はいはいはい、お肉だとかね、うんうん、頂戴した時とかに、うんうん、こうやるやつ。え、こんなおしゃれなやつがあるんですね。かわいいですよね。かわいい。なんかこれだとね。結構ね、鋭利なので気をつけないと流血する。確かに。そうそう。あとは、母子手帳？母子手帳じゃない。母子手帳ケース？そうですよね。そうそうそう。これは何を？この中に、ワンちゃんと猫ちゃんと暮らしてるんですけれども、うん、その子たちの、なんていうのかしら、病院のカードとか、なくしそうなカードを全部詰めてる感じ。あ、じゃあこれブリアンさん大切なカードがたくさん入ってるんですね。そうなんです。 あと編集のぽよまろくんの名刺が入ってます。それちょっと後でいただいて。もちろんでございます。はい、中が結構機能的なので。そうなんですよね、ファミリアさんって本当機能的なんですよね。そうなんです。あ、ここに全部カードも入るし、ここにちょっとね、小銭とかも入るし、なんだったらここにペンとかもね、入れられるような感じが。私これずっとこのつまみだと思ってて、なんて便利なんだろうと思って、つまみついてるよってさっき話してたんですけど、多分ペンですね。ペンですって言われました。はい。そうですね。ちょっと、はい。はい、大丈夫ですね。あとは、あとこれね、あ、知ってる、私これ、うちにもあるんですよ。ご存知ですか？あ、ございます。マンゴーリング。マンゴーリングっていうか、なんて言うんでしょう、これ。なんて言うんだ、ウェーブリングって言うんだけど、こうやってやったりとか、うんうんうん、もうとにかく筋膜をリリースする。うちにもこれの、多分オレンジがあるんですよ。プラスチックの方かしら。プラスチックのやつ。だからこんな木の高級のやつに、木だと結構しっかり、これでもね、本当におすすめ。こう木のものがね、うん、結構いいんじゃないかなって私。で、私こういうところに置いて、こうして、こうしたりとかするんですよ。そのためのもの。やっぱそうですよね。そう。私これよく敷いて座ってるんですけれども。そうちょっとよろしいですか？もちろんです、もちろんです。こうして、なんか、多分ね、逆だと思うんだけど。あ、でもね、私ね、こっちをこうして、私の場合はこれで、ちょっと、こう、なんていうんですか、ゆらゆら、こういう感じ、うんうんうん、あとは本当にこういうことですよね。もちろんです、ね、そうです。ぜひね、この何こう樹木でできたものを手に入れてみていただきたい、ね、わあ、これ滑りが違う、確かになんかフィット感が違うんですよ。そうそう、気持ちいい。うちにあるのはもうちょっとなんかちょっと痛いなって思うとこあるんですけど、皮膚くっついてくる。そう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 、皮膚くっついてくるので、これはいい。木製のものがおすすめでございます。じゃあこれでやっぱりこうね、お疲れのところをもうすぐこうやってさ、ゴリゴリやって、あとは、普段のお財布ね。あ、かわいい。
ハート、グッチー。お気に入りでございます。最近入ってる系ですね。これはね、あの、うん、小銭の方ですか？数千円入ってございます。あとは、うん、ココ。やっぱりね、やっぱり、こう、大人の女性は。これはね、私14歳なんですけど、そうなんです。設定私14歳なんですけれども、うん、ココさんのね、お財布。こちらはね、あの、絶対になくしちゃいけないものを、領収書だとか、私ね、領収書なくすんです。わかります。そうね、なんでなくすのって、ちょっとね、こう、詰められることがあるので、うん、ちょっとお高級めなものをチョイスして、絶対になくさないよっていう意思をちょっとここに込めて。でも分かる、私も領収書すぐどっか行っちゃうから、領収書は大事ですよね。大事でございます。大事です。そう、以上でございます。でもなんかこうちょっと可愛らしいブリアナさんらしいものが、なんかこれだけは絶対に、うんうん、例えば本当にもっとちっちゃいカバンだったらこれは絶対持っていくっていうのはどれですか？なんだろう、何も持ち歩かない。持ち歩かない、何も。私、あの、うん、スイカで済ませたい。あ、人なんだ、本当は。そうなんです。まあ、言ったらこれかな。言ったらこれぐらいか。うん。でも一応これも大丈夫。うん。大丈夫。こっちぐちゅぐちゅペでどうにか。そうですね。こっちかな。やっぱこっちですかね。やっぱこっちかな。じゃあ、そんな可愛いブリアナさんに今日はちょっと合わせて、私もちょっと可愛めのカバンにしました。わわわ。そう。樋口優子さんの。はい、樋口優子さんの。これね、実は、この、なんか、キッズなんですよ。グッチキッズ。あ、そうね。そうなんです。で、もう一個、実は、あの、前も私 YouTube で紹介したことあるんですけど、いちごバージョンがあって、うんうん、で、それじゃなくて、もう一個キッズで、この、樋口さんのが出ましたって言って、ちょっと可愛くて使ってます。超絶可愛らしくない？ほんと可愛いですよね。たまらんち、たまらなぴですよね。なのでちょっとこの中身ですごいたくさんモリモリで入れてたんですけど、じゃじゃん、ほら見て、打ち合わせないけど、あ、そう、ファミリアなんです。やっぱタオルは絶対入れていて、なんかの時にパッと使えるようにで、今日よかった、ファミリアのタオルだ。ちょうど色もね今回違うから、ちょっと嬉しい。いただいた。今度はこっちを入れていこうと。お、ありがとうございます。はい、思います。私もファミリア、お揃いで嬉しいです。はい。で、次、私は、これはね、結構必要で、これが何かっていうと、印鑑かな？印鑑かな？印鑑ではないんです。じゃじゃん。これ、ね、ジュエリーケースというか、なるほどね。そう。私、今日は、こうやってコラボやらせてもらうので、少しアクセサリーつけてるんですけど、クリニックにいるときには全部外すんですよ。で、前も、外して、ピアスとか、パックイのポッケに入れて、なくしちゃうことが結構あったので、これは大事な、指輪とか、ピアスとかを入れるように、ちっちゃいバージョンです。いくつも、なんかこういう持ち運びのやつはあるんですけど、カバンがちっちゃいので、今日はちっちゃいバージョンにしました。うんうんうん、見習わないとね。そう、なくなっちゃうと困るんですよ。私なんかどんどん減ってく。そう、でしょ。あ、そう。じゃあよかったらこれ、いっぱいうちにあるんで、ちょっと今日。あ、いや、そんな、そんな、そんな。ちょっと、スキピさんに。こっそりもらっておきます。はい、スキピさんに。最近ね、ちょっとハマってるものがありまして。これ、なんと。なんだ？何かと申しますと。カメラなんです。おやおや。そう。これ、ライカの Q2 っていうもののモデルなん、あとで、新しいというか、この白いペイントのやつがすごく欲しくて、ずっと待っていて、やっと出たので、これを最近買って、ただまだまだ使いこなせてないので、難しいですよね。難しいんですよ。だからでも、持ち歩くようにして、なんかこう、少しずつ慣れていく。そう、で、今日はちょっとブリアナさんと素敵な写真も撮りたいなと思ったので、ちょっと、じゃあ激写していけるかな。どうしよう。ちょっと舐めるような角度から行きましょうか。じゃあこれはちょっと後で、後ほど。はい。っていう感じで、入れていて、で、カメラの、なんかケースに入れると結構大きくなっちゃうから、なんかこう、風呂敷のようなものに。風呂敷のようなエルメスさんですか？やだ、やめてください。風呂敷のようなエルメスさんですか？ちょっとやらしいです ね、本当に。でも可愛らしい。そう、これにちょっと入れて、持ち運んでおります。うんうん、で、次が、意外かもしれないですけど、これです。これね、レッグウォーマー。あ、レッ
クォーマーなんだ。そうで、私結構足が冷えるんですよね。でももう生足じゃないですか。で、女の人ってパンプスとかを履くので、やっぱ足先が寒くなるので、これを本当に履いて、ちょっとこの足首守ると足先も冷えないので。変わりますか？そう、変わります。今って、あったかくはなってきてるんだけど、やっぱり足元、冷房とかでね。そうそう。タイツはもう履いちゃダメだし、なんかストッキングっていうのもっていう時に、本当になんか必ず、部分的に。そう、部分的なものを入れてます。で、あとはほら、ね、もう、日傘です。紫外線は大敵ですから。なので、ちっちゃいカバンにも必ず入るから、日傘は何種類か持ってるうちの、これが一番軽くて、一番ちっちゃいバージョン。収まる方はいいですね。いや、でも、ね、いや、多分いけるかな。あ、いけますよね。いけ。あ、じゃあちょっともう別のまた持ってきますね。でも多分いける。トトロ？ちょっと私も共通だなと思ったのは、私もね、領収書をすぐなくすんですよ。なので、これね、私も領収書入れ。クリアファイルみたいになってて、これね、草間彌生さんのクリアファイルなんですけれども、これ何個かこう入れられる仕切りがついてるので、なんかいただいたものを入れたりとか、あとは領収書入れたりとか、これに私は領収書を入れてなくさないようにしてます。やっぱり皆さんなくすんですね。なくすんですよ。よかった、私だけじゃなくて。そう、それも高い領収書からなくしません？ね、なんでなくします、ね、あれは何なんでしょうね。呪い？呪いですね。呪い、そう、だから呪いにかからないようにこれを入れてます。で、次が、まあこれは普通にお財布。私もちっちゃいお財布。これ結構ずっと使ってますね、お財布です。かわいらしい。大人ピンク。はい、で、あとは、ティッシュ。ティッシュケース。かわいらしい。ティッシュケースはね、子供がいるとでも絶対必要なので、ティッシュケースを入って、で、あとね、私も足が痛くなったりと、首が痛くなるんですよ、すぐに。なので。ドドド？ドドドです。ドドドだ。ドドドを入れてます。これなんですけど、こんなコンパクトなものが。そう、ちっちゃいドドドがあるんですよ。で、これを入れると、ほら。めっちゃ気持ちいいんです、これが。かなりね、強いんですよね。かなり強いんですけど、だから最近これの大きいやつはお家で持ってたんですけど、うんうんうん、大きいのって持つと重いじゃないですか。そうですね。私も持ってるんですけれども。そう。終わった後も腕が。腕が痛いですよね。そうそうそう。だからまたこっちをやるとこっちが痛くなってみたいな感じで、うん、で、このちっちゃいドドドに出会ってからは、もうね、カバンの中にもソクッと入るから。いいですね。そう、これね、本当おすすめでね、いっぱい色があるんですけど、私は白を使ってて、最後は、これ、じゃじゃん。センス。そう、おセンス。今、ディオールさんが現代美術館で、うん、展示をやってるんですよ、ディオール展っていうの。そこに行ってきても、本当に素晴らしい展示で、で、そこでなんか売ってたものなんですね。お宮ですか？そう。で、自分のために買ったんですけれども、もちろんね、こう、暑い時に仰ぐものもそうなんですけど、この前、ちょうどタクシーに乗ってた時に、すっごいなんか、いいお天気で、日がね、さんさんと、こう、降って、こう、日焼けしそうってなった時に、うちのメイクさんが、ともり先生、危ないからって、パッて、思ってるセンスを、パッてやってくれたんですよ。もうその時に、好きってなって、粋じゃないか。粋じゃないですか。で、あ、私はこれを、現代美術館で見た、ディオール展で見た時に、あ、ただ可愛いで買ったんですけど、あ、こういう使い方があるんだと思ったら、素敵と思って、それから誰かにやろうと思って、まだできてませんが、入れてます。はい。素敵だ。はい、で、あとは、まあ、ポーチ、意外と化粧直し。そんなに容量あります？そう、結構ね、あるんですよ。結構、この人ね、どっから出てくるんだろうと思って、さっきから。いっぱい出てきますね。で、最後はもう、ポーチで、中身は、今季はよく使ってるのが、クレドポーのクッション。ファンで、これは私、今これオークル10なんですけど、オークル0もあって、2つ種類使ってるんですけど、持ち運びの方はオークル10を使ってて、あとはもう本当にリップ。これすごいんですよ。これね、サンローランのルージュボリュプテのキャンディーグレイス13番ってやつで、結構ツヤツヤになる。
これはおすすめ。で、もう一つが、これ、もうナーズのお粉。お粉。お粉。やっぱ私、ちょっとテカリ症なんですよ。私もです。そう。だからもう、テカリを取るために、これをもう入れて、ちょっと、サクッと軽いお化粧直しのためのもので、で、これで終わりだと思うじゃないですか。まだ出てきます。最後は。おやつ。すいません。こう、手前味噌で私が、作ったグミなんです。あ、何？グミ。タモリさんがお作りになってるの。そうなんです。よかったら召し上がります？いいんですか？グミ好きですか？来出期。はい。じゃあちょっと、これね、うち、やっぱりグミってあんまりなんか体に良さそうな色じゃないものが多いんですけど、そういう、はい、こう。ありがとうございます。ほんと、水飴とか、そういった、もう、なんか人工カメラ使わないグミを作っておるので、よかったら、ぜひ、頂戴いたします。はい。ちょっと噛み応えある感じの、うん、ゆっくりで大丈夫です。結構ね、これ噛み応えがあるんで、しっかり噛んでいただいた方が。グミ。あ、そうです、グミです。美味しい。はい。なので、これを、ちょっと子供たちには、あげたりとか、自分でも、ほんと噛み応えがいいから、これちょっと小腹が空いた時に食べるといいので、うんうんうん、で、すごく甘ったるすぎない？そうね。そう。で、ちゃんと、天然の、果汁を入れて作ってるので、うん、色はそんなに華やかじゃないんですけれども、味はしっかり美味しい、なんか、こう、なんか果実味を感じるような感じ。なんかアメリカのグミとはもう全く違う感じで。そうですね。結構繊細な味がする。繊細なグミになって、うん。すいません。ちょっとした宣伝でした。ありがとうございます。ありがとうございます。結構、その人に、よいしょ。人となりが出るというか。出ますね。結構でもハマってるものになんかよるかもしれないですね。私はね、その時ハマってるもので、うん、こう入ってるものがだいぶ変わってくるんですけれども。うん、まあでも、ファミリアさん以外は、うん、まあ大体常々入ってるものかな、うんうん。この香水はもう何年ぐらい使ってるんですか？これはね、まだでも浅いんじゃないのかしら。おそらく1年ぐらい。でも1年ぐらい。香水はでも必ずつけるタイプですか？ほぼ必ず。飲食店に行くとき以外はもう大体。そう。でも大体、シュキピが使ってたものとかをそのまま買うことが多くて。うん、じゃあちょっとカレー色に染まる。そういうところありますね。今日はもう本当にたくさんね、ものを持ってきていただいて、なんかブリアナさんのちょっと秘密を垣間見たような感じがします。じゃあ今日は本当にありがとうございました。じゃあブリアナさんのチャンネルではブリアナさんが使ってるスキンケアについて詳しく深掘りしていますので、よかったらブリアナさんのチャンネルもご覧になってください。ご覧くださいませ。はい、じゃあそれでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。